Hey guys, MechanicCG here, and welcome back to another episode of Yakuza 0. Today is episode number 3. Hopefully you do enjoy. Let's look for this payphone. Oh! Delinquents, we need to fight these. Here we go, wallop. Oh! That is really cool that I can use items. That is awesome! Right, let's go to this phone box. Right, let's check. やっぱりお前からの呼び出しだったんだな、錦。お前今どこにいる？風間組の事務所だ。天下一通りの。風間組？なんでお前そんなとこに？今柏木さんと会って話してる。なんかいい知恵貸してもらおうと思ってよ。なんせ柏木さんはあの風間の親父さんの片腕だ。なるほどな。 それより、お前の方はどうだったんだ？もう堂島組の事務所からはとっくに出てるんだろう。ああ、だが、いろいろあった。いろいろ？そいつは直接会ってから話す。分かった。なら俺は柏木さんと風間組で待ってるからすぐ来てくれ。実はな、お前も柏木さんの話を聞いといた方が良さそうなんだ。お前、空の一つぼった聞いたことあるか？ クゼの兄からさっき聞かされたばかりだ。どうやら柏木さんは何もかもお見通しらしいな。俺もすぐそっちに向かう。Right, so we need to head to the Kazuma family office. Oh, we got people to fight again. Delinquents again. Come on, let's fight. Nice. And let's do a final throwdown. Amazing. Right, let's go to the abilities quickly. So we have this one, which is throw your entire body. I think I want to get that one. Ability acquired. Nice. And then is there one for rush as well? Maximum health. There's one here as well. We'll get that. There we go. Spend a total of 1,000,000 yen. Perfect. Right, so we're heading to the home now. Of the other family, I think. I'm pretty sure we are. Oh, the location's around this corner here. Right, let's go. Move out of my way. Get out of my way. I'm coming through. This looks like the place, I think. Yes. The Kazuma family office. Nishiki should be inside. Let's go and see what this guy has to say. よ、キリュウ、早かったな。 すいません、柏木さん。
お手間かけさせるような真似しちまった。あの。よく見えますか。はい。よく無事だったな。お前が本家から呼び出されたってとこまでは錦山から聞いてる。カシワギ。そっから先何があったか大方予想がつく。クゼのおじきあたりが風間を裏切れとでも言ってきたんじゃねえか。ええ、そうです。どういうことなんです。空の一壺で桐生が死なせたっていう死体は銃で殺されていた。もちろんこいつがそんなことするわけがねえ。つまり誰かにはめられたんだ。たはそれもっと早く言ってくださいよ。俺はもう本当に兄弟が人殺しになっちまったのかと。錦、面倒なことになったな桐生。とにかく久世と何があったか全部話せ。That's not good. つまり若頭補佐の三人衆が頭の座を争ってるってわけだ。風間の親父がいないのをいいことにな。冗談じゃねえ。親さん以外に堂島の頭が務まるかよ。落ち着け錦山。それより久世の話に出た空の一つぼだ。お前らが知ってるのはほんの触りだけだな。柏木さんは詳しくご存知なんすか。ああ、まず今カムロ町のある一帯に大規模な再開発計画があってな。堂島組の例の若頭補佐3人が食い争うように地上げをしてる。それなら聞いてます。権利者バラバラの土地に根こそぎ買い漁ってるって。そいつをまとめ上げてでかく転売する腹でしょう。そうだ。だがその中にどうやっても手に入れられねえたった一壺ばかりの更地があるんだよ。それが空の一壺。ああ、そいつは最近になって一帯の地上げが8割方終わろうって時に見つかった土地でな。厄介なもんで再開発用地のど真ん中にある。そこが手に入らん限りいくら周りの土地まとめても売り物にならねえ。そんなからくりがあったのか。ところでその一つをまだ誰も手に入れてないんですか。所有者が行方不明らしい。もし今出てくりゃ10億って値になってんだがな。10億。たった一つぼの土地が。ああ、空の一坪が欠けりゃ再開発自体がひっくり返る。だが堂島組は周り一帯の地上げにもう100億以上突っ込んでんだ。一坪10億だろうが今さら引けやしねえ。クゼはその土地を手に入れるのに必要なある情報を風間のおやすさんが握ってると言っていました。風間のおやすさんの持ってる情報って何です。いや、わからねえ。俺も初耳だ。でもやっぱり姿消している土地の所有者に関係することでしょうね。何にしてもクゼはその情報をおやっさんから探らせるために桐生をはめたってわけか。ああ、そのために人一人殺してまでな。おめえら今の状況わかるか。桐生は当然として追い詰められてんのは風間の親父も同じだ。桐生が仇殺したってことで封建人の親父もけじめを迫られる。その上久世が空の一つぼ手にして若頭になってみろ。奴は親父を必ず組から追い出す。組から追い出す。まさか堂島組の波紋もあり得ると。ああ、親父も無所にいる以上今は何も手が打てねえ。あのおやっさんが波紋。
破門された極道の末路は言わなくてもわかるな。一度上までのし上がった後で底辺の屈辱に耐えられる人間は少ねえ。自殺したホームレスに元極道って肩書きがついてるのは珍しい話じゃない。 でもキリュウは実際殺しはやってないんです。こいつの疑いさえ晴らしゃ親さんも破門にはならねえはずでしょう。疑いを晴らすには真犯人を抑える必要がある。そうだ。だがクゼが真犯人を握ってる以上手は出せん。相手は堂島組の幹部だ。この世界で上に噛みつくことは何があっても許されねえ。でもこのままじゃ桐生は無所にぶち込まれるんですよ。俺らがクゼに手を出せば風間の親父は余計立場が悪くなる。その時点で波紋は確実になるな。だったらどうすりゃいいんですか。俺たちは柏木さん、とりあえず俺の濡れ衣も殻の一粒も後回しだ。今とにかく俺はおやっさんを守るために動きます。何かいい手があるのか。ええ、俺の不始末は俺一人でけじめつけます。おやっさんに責任がいかないようにするにはもうこの手しか残ってね。Interesting. I'm looking forward to seeing how this all unfolds. 一人でけじめつけるって何する気だ、キリュウ。俺は今日限り堂島組を抜ける。杯返して極道から足を洗う。キリュウ、お前、今回の一件とにかく俺一人の責任としてケリをつけるんだ。その後クゼを捕まえて真犯人の居場所を吐かせ。何言ってんだ、杯もらって3年そこらのヤクザが五体満足で足洗えるわけねえだろ。最悪殺されんぞ。認めたかねえけど今の堂島組仕切ってんのはクゼだ。それを袖にしたお前が組み抜けるっつってあいつが生かしとくと思うか。杯返す先はクゼじゃねえ、堂島組長だ。それにまだ殺されると決まったわけじゃねえ。車回してくれ錦、これから組の事務所に行く。ふざけんなって、お前やけになってるだけじゃねえか。うるせえ。他に手はねえんだ。このまま指くわえて見てるわけにはいかねえ。やめろ桐生、錦山の言ってることは正しい。正しいかどうかなんてどうでもいい。所詮俺は風間のおやっさんについていくために極道になっただけの半端もんです。俺の不始末でおやっさんに迷惑かけるくらいなら俺にも覚悟があります。おめえ舐めたこと言ってんじゃねえぞ。あ、俺の言うことが聞けねえのか。ああ、キリュウ。ええ、たとえ風間のおやっさんが止めたとしても俺は行きます。こんな馬鹿野郎。許してください、柏木さん。錦、車頼む。長い間お世話になりました。Oh shit. Okay. So it looks like he's gonna be leaving the family.
this isn't gonna go well, I don't think. Go to Dojima Family HQ. Right. Going down this way. You don't want out, doesn't mean Kuze's just gonna let you go. Who knows what's gonna happen in there, just be ready. Right, do we have any abilities that we can still get? No, we've spent them all. Right, let's go then. Let's go. And off we go. PM.今まで育ててもらった恩とは別の話だ。今さら善人ぶんなよ。あんたもヤクザなんだろう。だったら俺らがヤクザになるのを止める資格なんてねえじゃねえか。キリュウ、俺たちはずっとあんたの背中を見て育ったんだ。いい車乗って肩で風切って周りの人間に頭下げられて、そういう人間になりてえって俺たちがそう思っちゃいけねえのかよ。上がりの人間は夢を見ることも許されねってるか。なあ、今お前何考えてた？何も、ぼーっとしてただけだ。おらよ、いつだったか。おやっさんに殴られていた時のことを思い出してた。俺たちがこの道に入る前の晩だったよな、確か。てっきりお前も同じことを思い出してるもんだと思ってたよ。やっぱりおめえにはかなわねえな、兄弟。That was a little bit sad. And that is a family headquarters there. Minareta has no jimishunga. Kyo wa yake ni bukimi ni mieru na.お疲れ様っす。親父は、堂島組長は事務所にいるか？ええ、いらしてます。ここで降りんのは俺一人だ。え？組長に伝えてくれ、桐生一馬が杯を返しに来たってな。桐生さん、え、本気っすか？ああ。すまなかったな、錦。お前はもう行ってくれ。本当にやるんだな、桐生。組長に話をつける。
死ぬと決まったわけじゃねえ。せいぜい器用にやってみるさ。お前にそんな真似ができるのかよ。バカ野郎が。Shit's gonna go down. And there they are, all lined up inside.組を抜けてってことでいいんだな、キン。はい、組長に破門のお願いに上がりました。お取り次ぎ願います、クゼの兄貴。ああ、残念だったな。土曜の8時じゃダメだ。親父のお気に入りのテレビの時間なんでな。話だったら代わりに俺が聞いてやる。てめえ縁故も詰めてねえじゃねえか。手ぶらで組抜けの挨拶とはな。てめえ極道舐めてんのか。ああ、あんたと話に来たわけじゃねえ。組長はどこにいるんだ。今現場で組仕切ってんのはこの俺だ。口の聞き方には気をつけろよ。あ、縁故は詰めねえわ。金も持ってこねえ。挨拶だけで組抜けさせてくださいってか。お、おれ学生気分で敷居またげろ。どう、極道の世界甘くねえぞこら。キー、今なら全部水流してやる。風間の頭から彼の一粒の情報を聞き出せ。もうそれしかお前に生きる道はねえんだからよ。組長に会わせてもらえませんか。ほら、破門してもらいに来たんす。答えはノーってことか。そうかい。じゃあもういいわ。てめえは使い物にならねえってことだな。お前には俺のそばについてのし上がるチャンスがあった。そいつを蹴らなきゃ死なずに済んだのによ。あ、米田。はい。消し方考えろ。地味ですけど、山ん中で生き埋めが一番かと。薬品でドロドロにして流すってのもありですが。ああ、死体は残せよ。後々こいつの死体が見つかった方がいいんだ。堂島組は身内のしつけには厳しいって方が本家でも評判も上がるってもんよ。うん。
確かにそうだ。その言葉待ってたぜ。何？てめえ。てめえ、兄貴分に向かって何しやがる？兄貴分だと？俺はもうこの組の人間じゃねえ。あんたさっきそう言ったはずだ。かかってくんのはあんたらの勝手だが、こっちも遠慮なく手出させてもらう。クゼの兄貴、こいつは俺がやらせてもらいます。任せる、好きにしろよ。待て、あんたにはまだ話がある。ファイトタイム。俺にはねえ。どうせお前はここで死ぬんだ。もし生きて俺んとこまで来られたら、話ぐらい聞いてやる。なら首洗って待ってろ。Oh, nice. 覚悟はいいな。いつでもいいぜ。来い。 I'm gonna like this. The Dojima family.Fight, fight. Ah, I have a feeling I may die. Right, grab him. Completely wipe this guy out. Yes. Absolutely slap. Let's grab one of these. Oh, that's how it's done.Nice! 4.5 million yen. Fight, fight! Oh no, we're down. We're down. Quick, get him. Perfect. What's this? Toughness Z.There's nothing through there. Right, let's go. Woo! That was close. I'm surprised he wasn't downed earlier. Ooh, 8.1 million yen.I wonder, can we upgrade abilities as well? Midway through. Oh, no way, we use the chair as a weapon. Nice.He's coming for us. Oh, stay down. Ah.
Oh! Is there anything in here? Oh! We've got stuff here. Right, exit. Oh! Oh, we pressed the wrong button. That's giving him a big head start there. Finished. 11.5 million yen. Right, we got ourselves a stamina thing. It's not that way. This way. Looks like that door's my only way through. Oh, there's people here. Nice. Oh no, we can't go up anymore. Blocks from the other side. How do we go then? Oh, are you thinking through the window? Guess I'll have to jump it. Right, we're gonna jump. Go! And fight! Defeat 100 enemies in brawler style. Let's do this. Oh, yes! Oh! That's not supposed to happen. Right, let's try this again then. Okay, so we've got to do this cutscene. Right, so let's jump. And in he goes. Let's get rid of him. And here he is, he's back.
Right, let's do the heat explosion straight away. Yes. And then we need to fight him till we get up to the third bar. Here we go. Oh! Did we throw ourselves out of the window then? And exit. Through here. What's going on through here? Hadena tanka kiru dake atte. なかなかやるな、おめえさんも。風間の頭もいいガキをスカウトしたもんだ。俺がまだボクシングやってた頃におめえと会ってたらプロモーターになりたいぐらいだ。クゼ、口が利かなくなる前に吐け。殻の一粒の真犯人は誰なんだ。どこに隠してる。ガキが調子に乗りやがって。おお、he's got big tats on his back。下にいた役立たずどものせいで勘違いさせてまったらしいが、堂島を甘く見るなよ、キリ。お前はもうこの手で直接やらねえと気が済まねえ。いつまで脳がきたるてんだ。I'm looking forward to this。かかってこねえなら、こっちから行くぜ。Daisaku Kuze. Let's go for a... Oh! Okay, that didn't go well. We gotta keep hitting him till he's stunned. And then we can do heat action. Getting destroyed here. Nice little cutscene there.
Quick, get up. Okay, we're definitely changing style to Brawler. Oh, right into the wall. And let's finish him off. Nice. That is how it's done. Kiryu, teme wa. Kyudai, teikase, kono ga shimashiru. Who's this? Oyashi. Dojima. Kumicho. Oh, he's the boss man. Taiman hatte tan ja ne no ga, kuze. Dojima no wakagashira hosa ともあろうもんが。みっともねえ恥さらしやがる。風間の器にはほど遠いな。でも親父、その頭が拾ってきたガキがこいつです。桐生一馬です。お前、取り立てで相手ぶっ殺しちまったそうだな。バカな真似しやがって。そのことで組長にお願いに上がりました。俺は誓って殺しはやってません。ですが疑いがかかってる以上、組に迷惑をかけられません。だから俺を破門にしてください。虫がいいこと言ってんじゃねえぞバカ野郎。おやじ、こいつは俺がきっちりけじめつけます。これ以上親父に迷惑かけませんから。お前、片毛に手かけんのか。桐生はお前の裁量で組抜けさせたんじゃなかったのか。そんなこと、いや俺はしてません。親父に向かって嘘はよくねえな、兄弟。あわの、俺もはっきり聞きました。桐生はもう組を抜けた人間だ。それを殺すのに親父の許しはいらない、そう言ってましたよね、クゼの兄貴。てめえら、クゼ、これ以上無様さらす気か。さあ兄弟、クゼ剣の会の人間なら作法は知っていますよね。兄貴の好きなけじめです。男、見せてください。くそ、
かよ。Not nice. うちの若頭補佐が一度口にしたことだ。桐生一馬、今日限り堂島組を破門とする。堂島組長、ありがとうございます。桐生、ここまで苦労して組を抜けたかった理由は何なんだ。俺と風間のおやっさんの身の潔白を明らかにするためです。今回の一件、俺は殺しをやってません。風間のおやっさんも全く関わりありません。ですが、あの一坪で俺が金を取り立てた男が死に、組に迷惑かけちまったのは事実です。俺は組抜けて責任取らせてもらいます。ですから、どうか風間の親父のことだけは。さあ、飯でも食うか。はい。堂島組長、お前が組抜けて取れる責任ってのは何だ。それは絶対に俺があの一粒で男を殺した犯人を捕まえます。それで俺と風間のおやっさんの身の潔白を。そうか、その必要はない。でも犯人は。犯人？そんなのはサツが勝手に探す。お前はもう仇だ。それじゃけじめがつきません。けじめだからてめえは仇だろうが。今さらごちゃごちゃうるせんだ。お前は自分の不手際があると認めるところはあるんだろう。はい、少なくとも自分があの場所で追い込みかけなければ、ひょっとしたらこんなことには。だから破門を申し出た。そうです。安心しろ、けじめならきっちり取ってもらうさ。え、風間が拾ってきたガキ、キリュウ、お前の不手際であの土地に手が出しづらくなっちまった。その責任は風間に取ってもらう。お前もさっきまで極道だったんだ。この理屈はわかるだろう。堂島組長、極道は一度身引いたらしまいだ。お前は仇として幸せになる道でも探すんだな。どうすればいいんだ。じゃあ俺はどうすればいいんだ。That's not what he wanted. So they're still laying the blame on Kazuma.
てますか。このままだと風邪をひいてしまいますよ。私は橘と申します。橘。あなたが今置かれている状況は全て承知しています。私はあなたと会うこの時をずっと前から待っていたんです。少しだけ話聞いていただけませんか。桐生一馬さん、Right, so you earned yourself a million bonus yen, worth 3 times 5,000 high-end Japanese cars. Oh, interested. So we can get ourselves 3 high-end Japanese cars now. And we are on to Chapter 2, The Real Estate Broker in the Shadows. So thank you guys so much for watching. If you did enjoy, be sure to leave a like. Comment down below and subscribe, and make sure to check out the description. We've got our social links for our Twitter, Instagram, and our Discord server, so check those out. And if you want to help support the channel, hit that join button, it'd mean the world to me. And I will see you in the next one. Goodbye.